こんにちは、モーリーです。今日はね、サブチャンネル用ということで、僕のね、お友達である川崎さんにお越しいただきまして、この川崎さんは、沖縄に普段いらっしゃるんですけども、今日からですね、このジムニーっていう車で日本一周をこうされるということで、まあ、このね、面白い活動についてもお聞きしたいと思いますし、普段ね、どういうふうにこう、まあ、稼いでるというか、どんな生活をしながら生きてるのかっていうところもちょっと聞いてみたいと思ってます。よろしくお願いします。こんにちは。で、なんでこの車でこう日本一周しようと考えたんですか？そうね、日本一周自体はもう2回目、今回2回目なんですけど、はいはいはい、まあ、前回はちょっとでかいアメ車だったんで、はいはいはい、燃費が悪い、うん、無駄にでかすぎて、うん、もう狭いところに入っていきたかった、はいはいはい、で、まあ、もともとこういう SUV が好きっていうのがあって、うんうん、まあ、ジムに次新しいのたら買おうかなと思ってて、うん、でそのタイミングと日本一周行こうっていうタイミングがあったんで、なるほどなるほど、じゃあこれでっていう感じですね、はい、その模様もこう YouTube とかに上げていってるんですよね。実は今年から YouTube を始めたんで、はい、まだまだ YouTuber として新人ですけど、いや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 、もういきなりね、なんか YouTube スタートして、Amazon が ねそうそう、Amazon がって本当の Amazon がですね、いや、どこですか？ブラジルですか？ブラジルのね、Amazon側に行くっていうところから上げていって、次はね、こう日本一周ってことで、もうネタが濃すぎるみたい な, なところで、もうやっぱりね、伸び率とかもすごくいいよと思うんで、ちょっとリンク貼っときますんでね、ぜひ川崎さんの YouTube も見ていただけると、よろしくお願いします、はい、また僕の旅とは違ったちょっと濃いマニアックな、そう、マニアックな濃い旅が見れると思いますのでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。でちょっと今日お伺いしたいのは、はい、この後ね、この車の中とかもね、ぜひ見たいなと思ってるんですが、はい、その前にどうやってこう、そのなんか日本一周しながらこう生きていくみたいな、まあ、生活ができてるのかっていうところをちょっと聞きたいなと思って、ね、仕事なんかはどんな感じですか？仕事はですね、はい、今サラリーマンやりながら副業でフリーランスっていうのをやってて、はいはい、で仕事自体は、まあ、両方とも同じ業種なんですけど、まあ、デザインの仕事をしてて、ホームページのデザインしたり、はい、アプリのデザインしたり、はいはい、そういうのをやってて、で、まあ、フリーランスはもちろんなんですけど、会社員の方も、うん、実はもともとその会社の人と知り合ったのが旅行中で、はい、でかつ旅行前回の日本一周の途中で、ちょっとうちに入社書類書きに来てくれないっていう風な話になったぐらい、もう僕が自由にしてるのはバレバレなんで、はいはいはい、でまあ、それで OK してもらってて、めっちゃいいですね。で、まあ、旅しながら、まあ、社内でもできるし、スタバとか行ってもできるし、はいはいはい、みたいな感じで。なるほど。ということはもうダブルワークしてるってことですよね。ですね。言ってみれば。もうダブルワーク。ね、しかも完全に、そのリモートワーク、まあ、今世間でいうところのテレワーク、テレワークって言葉もなんかあんまり聞き慣れないけどね、僕ら的にはちょっとイメージないですけど、まあ、在宅勤務というか、はい、そういう部分でやってると、はい、いや本当夢がありますよね。だからこういうやっぱりこの会社員やりながらでも、まあ、こういう生活はね、うん、実現できるという、できます ね、うん、だからそういう、まあ、もちろんね、業種にもよると思うんですけど、まあ、こういった生活をしたいっていう方は、まあ、そういうデザインだったりとか、うん、プログラムだったりとか、そういう遠隔でできるようなね。そうですね。でも、まあ、友達でね、結構、はい、ジム、普通の事務作業を、はい、はいはい、在宅でやってる人もいるので、ね、結構いますね。なんかオンライン秘書みたいな人とかもいますもんね。そんなできなくはないと思います、うんうんうん、なるほど。いや本当にね、こういう生き方があるっていうことをね、こう僕のチャンネルでこう伝えできるだけでも価値があるなと思ったんで、なかなかマニアックな生き方ですが、ね、参考にして見てもらえればなと思います。それではね、ちょっと車の中をね、せっかくなんで見せてもらいたいと思います。前方を拝見させていただきたいと思います。まずちょっとこう全体に、これはいろいろカスタムされてるんですよね。そうですね。まだなんか欲しい人は1年待ちとか言われてますけど、運よく早く手に入ってます、はい、いい感じですね。センスがいいね。うん。
タイヤもこれは大きくなってるんですね。あのリフトアップって言って、そこをまずスプリングとかで上げて、はい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 、でタイヤが二回りぐらい大きくなります。すごいですね。じゃあちょっとなんか中も見させてもらっていいですか。はい、こんな感じですね。おお。お、しっかりカメラもちょっと GoPro がつけれるようなね場所もついてたりとか。はいはい。ジムニー用ということで。ベッド。あ、ベッドになってるんですね。助手席側をベッドにしてます。ああ、この寝袋で。あ、なんか電源もありますね。これスピーカーですか？そうですね。これはまあアウトドア用な Bluetooth スピーカーでバッテリーがあるんで、夜な夜なエンジン切ってから充電できるようにこう言いますね。ああ、なるほど。いや、いいっすね。これシートは最初がこのシートなんですか？シートも変えてます。あ、変えてるんですね。はい、デカロ。デカロ社製に変えてます。ちょっと後ろからも見させてもらおうかな。はい、おお。すごい。これは何ですか、この。これは冷蔵庫ですね。へえ。ちょっと見づらいですけど。はいはい。おお。おお、いい感じですね。一通りのなんか生活ができるみたいな感じですね。はい、うん。お風呂とかはどうしてるんですか？お風呂は今のところ、はい、まあ、スーパー銭湯みたいなところに行ったりとか、あと、まあ、全国どこでも入れる、はい、24時間営業のジムなんかを契約して、はい、そこで、まあ、運動がてら、その後シャワーって感じで、済ましたりが多いですね。ほうほうほう。これ上は、上は、はい、まあ、クーラーボックスを防水ボックス代わりに使ったりっていうのと、はいはい、あと横にあるのが、まあ、釣り道具ですね。あ、まあ、濡れても構わないんでと思って、はいはい、ここで釣りが出てくるわけですね。そうですね。はい、YouTube でもね、そのアマゾン川で釣りをこうしてるっていう。ねえ。まあ、そのアマゾンで知り合った友達とかがやっぱり全国にいるんで、はい、そこを訪ねていって、はいはいはい、あ、その地方の釣りをいろいろ教えてもらおうかなと。はいはいはい。あ、これもライトになるんですか？はい。これは、その、もう止めてちょっと明かりが欲しい時に使うみたいなとか、まあ、そうですね、よっぽど暗いとこ走ってくる、はいはい、あ、うん、なるほどね。面白いですね。なんか他ありますか？ここもこれもちょっと特徴的っていうか、特徴的っていうかね、まあ、ドアミラーは普通黒かボディーと一色なんですけど、はいはい、自分で塗りました。あ、塗ったんですか？自分で塗りました。めちゃくちゃ綺麗に塗れてる。ちょっとやっぱアクセントが欲しかったんで。さすがですね。いや、川崎さん本当にね、こう、趣味がね、すごくて、めちゃくちゃ多いんですよね、趣味が。多いですね。しかもこうやって一つ一つのこう趣味のレベルが高いんで、本当 YouTube チャンネル、これから多分いろいろ派生してくるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと楽しみですね。そうですね。はい。いや、ね、ちょっとこれから、まあ、どんな感じでね旅されるのかっていうところをぜひ注目してもらえたらなと思います。なんか一言ありますか？めっちゃ緊張する。そうですね、やっぱり今日スタートしたばっかりで、はい、この後中国地方を通って九州を回って、はい、でまた四国行って、うん、西日本だけでも1ヶ月ちょっとかけようかなと思ってたりして、あと食べ歩きが好きなんで全国の美味しいもの情報をいろいろ、まあ、ブログと YouTube で上げていこうかなと思っています。なるほど、楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは川崎さん、今から次の目的地に向かいます。ありがとうございました。ありがとうございました。